が一層身に染みます。旅のお方、もっと火のそばへ。だがこの火では、あいにく巻きもちたと見える。何か炊くものが。ああ、そうだ。ご主人、それは鉢植えではありませんか。ええ、私も以前は鉢植えが好きで、いろいろ持っておりましたが、大方やってしまいました。ただ、非道の、目、松、桜、この三本だけは記念に取っておいたのです。これを炊いてあげましょう。こんな立派な鉢の木を炊くのは、どうかやめてください。お心がけはありがたいが、いや、今の身になっては、それも無用のものぜきです。今夜はこれを炊いて、せめてものおもてなしをいたしましょう。失礼ですが、あなたのお名前は？名前を申し上げるほどのものではございません。お見受け申すところ、ただの方とも思われません。ぜひお名乗りください。それでは申し上げましょう。お恥ずかしい次第ですが、現在も常夫と申す、他の34号の漁師。それはどうしてこのように？一族どもに所領を奪われて、かような身分に。なぜ鎌倉へ訴えないのです？運のない時は仕方のないもので、名君の聞こえある大名寺時折殿が諸国を回っておいでなさるとか、大名寺殿がお留守では訴えても仕方がありません。ご覧ください、これに鎧一両、何なた一振り、またあれには馬も一匹飼ってあります。落ちぶれてはおりますが、鎌倉の運大事という時はちぎれたりとも鎧を着、錆びたりとも何なたを持ち、痩せたりともあの馬に打ち乗って一番に長谷願ります。いや、頼もしい現在門殿、これぞと思う敵に出会い、討ち死に出す一命を、このまま虚しく死ぬかと思うと残念でたまりません。お待たせいたしました。さすはよいか、あり合わせの阿波の飯を。お口には合いますまいな。どうか一膳召し上がってください。いや、ありがとう、ごちそうになりましょう。まことにご親切な。合わせて3箇所の地を与える。ありがとうございます。